村山先生に、えっ、ー、と、質問なんですけれども。はい、宇宙の研究もされていながら、素粒子の研究もされていると、いうふうに伺いました。この宇宙の研究に、素粒子というのは関わってくるんでしょうか。はい。もう、その宇宙の昔のこと、さ始まりのことを知ろうと思いますと。こう、いろんな、小さな粒々が、バラバラになってしまうんですね。はい。例えば、この三十八万歳の時に、晴れ上がりが起きたって言いましたけど。はい、この晴れ上がりの前は、何が起きているかっていうと。 それまでにあったこう原子こう原子核の周りをこう電子がゆるゆると運動しているのがこう原子なわけですけど、はい、この中の電子がすごく熱いので元気になってしまって、はい、原子の中心の原子核とその前の電子がバラバラになってしまうんですね、はい、そうするとこの場合はもう原子がなかったんです 原子ががない時代があったしかもこれもっと前に行きますとこの原子核ももっと元気になってしまってその中の中性子と陽子っていう粒もそれぞれバラバラになって動いてしまって<ー>原子でもっと前に行きますとこの陽子と中性子自身も中にクオークという小さな粒が入っていて、はい、それがまたバラバラになってしまう。はい でどん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 バラバラになっていくので、はい、熱い始まったばかりの宇宙っていうのはその小小ささなな素粒子たたちの世界だったんです、ね、うん中に入今の宇宙だと原子とかの中に入っている小さな粒々が宇宙の始まりではバラバラに素粒子としていろんなところで動いていた。 しかも宇宙全体もどんどん小さくなりますから、はい、宇宙自身もミクロになっていくので、はい、その小さな宇宙では小さなものが活躍してたわけですね。はい、ということは宇宙の始まりを調べようと思うと主役は実は素粒子だったということになるので、はい、大きな宇宙を調べることと小さな素粒子を調べることっていうのが実は同じことなんだへ<ー>すごく不思議なことが分かってきたんです、はい、ありがとうございます。 宇宙を調べようとしたら、宇宙の始まりは素粒子を知らないとわからないということなんですね。で、はい、逆に素粒子のことを調べようと思うと、宇宙の始まりを研究しなきゃいけないということでもあるわけですね。なるほど、素粒子と宇宙ってそういうふうに繋がっていたんですね。はい、いや、すごい話です。ありがとうございます。えっ、ー、とこれは僕のあの興味になってしまうんですけれども。はい 素粒子の理論で、えっ、ー、と、よく力の統一とか、あるいは超ひも理論とか、あの、よくなんかワクワクするタイトルだなっていうふうに聞いたことがあるんですけれども、この超ひも理論というのは、この宇宙の研究、あるいは今のお話の中に登場したりするんでしょうか。そうですね。例えば、この宇宙の始まりはどうしてもまだわからないんだというお話をさっきしました。はい。で、どうしてその宇宙が点に潰れてしまっちゃうかというと。 宇宙の中に入っているのが素粒子という小さな点々だとすると、はい、点っていうのは大きさがないわけですから、はい、宇宙の始まりに戻っていったらこれがずっと潰れて一点に潰れてもその中にこう点々がたくさん入っていることができる。はい、はい ということは宇宙の始まりを点だと思って潰しちゃってもいいことになるので、はい、それでどう考えているのかわかんないっていうお話をしました。ああ無限大になって科学は壊れちゃう、ええ、物理が壊れちゃう。はい。でももしこれ点じゃなくて、一個一個はゴ,ゴムひもみたいな大きさを持っていたとするじゃないですか。はい。そうすると宇宙の中にあるものに大きさがあるわけですから、はい。宇宙をいくら小さくして潰してしまおうと思っても、点に潰れることはできなくて。 うんうん、どっかかかでで引っかかりますすよねねそうですね輪っかになっているのであればその輪っかに引っかかるところが出てきますね。ということはこれれよりも前に潰そしたらこのひも理論っていうのを使うと宇宙の始まりっていうのは最初から大きさがあることになるので、はい、その変な無限大が出るっていう問題がなくなって、はい、ちゃんと宇宙の始まりを考えることができるようなそういう新しい物理学の法則になるんじゃないか はい。っていうことが期待できる。宇宙の始まりを考える上で超ひも理論っていうアイデアで使うと宇宙の無限大っていう問題を回避しつつ宇宙の始まりを考えることができる。だから、はい、超ひも理論にこう期待が集まっているんですね。あ、そうなんですか。ありがとうございます。でも今期待をかかっているとおっしゃいましたけど、まだ期待なんでしょうか。これが正解だっていうふうにはなってないっていうことですか、ええ。まだ正解だっていうふうになってない理由は超ひも理論まだ完成してないんです。 はい、ですごくいろんなこう進歩があっていろんなことが分かってきたら分かってきたんですけども、はい、逆に分かんないこともたくさん出てきて、はい、例えばこの超ひも理論を使った時に今の私たちの住んでる宇宙がそのまま説明できるかうん、うん、できるかもしれないんですけども、はい、超ひも理論では今の宇宙だけじゃなくてそれ以外に本当にたくさんの宇宙の可能性を示していて。あ僕たちの宇宙以外にですかええ でこれがもう1の後に0が500個ぐぐららいいつくぐらい <laughs> そのぐらいたくさんの宇宙の可能性があるんだっていうのが今のの超ひも理論の予言なんですね<ー>でそのたっくさんありうる宇宙がもしかしたら全部できたかもしれなくて、はい、そのうちのたった1個だけが私たちの宇宙だということになるのでこの「超ひも理論」の予言が私たちの宇宙っていうふうにもうちょっと言えないですよね。 うう予言がたくさんありすぎちゃうので。あ、私たちの宇宙の予言は超ひも理論だけど、うん、その超ひも理論を使うと、宇宙がたくさんできるから。それ予言って言えるの。だから、あの、超ひも理論が本当正しいことがテストするっていうのは、すごく難しいことになっちゃったんですね。へえ、なんかジレンマですね、ええ、解決しようとしたら、増えちゃった。だから、まだ。 完成してないし、はい、その証明された理論でもないので、はい、本当に期待はかかってるんですけど、はい、これで間違いないっていうことは今のところまだ言えない状況ですね。わかりました。ありがとうございました。でこれを見てる中学生、高校生の皆さんがもっと頑張ってなんとかこの問題解いてください。よろしくお願いします。<laughs> いや、よろしくお願いします。僕もわかりましたって言いながら全然わかってないですからね <laughs> いや。ぜひこれを聞いてる中高生あるいは大学生。 いろんな研究に興味を持ってくださる方に長も理論っていうのを頭の片隅に入れながらいろんな研究に励んでいつか長も理論のの鍵を見つけていただきたいなというふうに思います。あありりががととううごござざいいままししたた